東京の体育館、人気者の登場を迎えます。全日本プロレス85年一つオールスターウォーズ東京大会、いよいよ盛り上がってまいりました。シリーズの最後を飾る東京大会はまさに好カードがいっぱい、館内いいムードに包まれています。さあダイナマイトキッチ、ベイビーボーイスミスの入場、まさにジュニアヘビー級を超越したと言われる男たち、ダイナマイトキッチ、ベイビーボーイスミスであります。連日リング上にうなりを上げるダイビングヘッドバットで連戦連勝、ダイナマイトキッチ、そしてパワーはまさにヘビー級の逸材、ベイビーボーイスミス。さあ見えてまいりましたカルガリーブラザーズ、彼らの勢いはとどまることを知りません。大きな脅威です。ビルドアップされた肉体、その勇姿は超満員のファンの声援が包み込みます。やはりファンは知っています、怖い存在ダイナマイトキッチ、ベイビーボーイスミス入場。稲妻選手タフガイ、ベイビーボーイスミス、ダイナマイトキッ、今夜はきっとスミスに希望を向けます。トラハンター、小林邦明、落ち着いています。タッグの名手ベテランアニマル浜口です。レフリーはタイガー服部さんです。さあこれより試合前のボディチェックが行われています。さあこの両雄ダイナマイトキッチ、ベイビーボーイスミスですが、今日もこのスピードあふれる全力ファイト、相手が相手だけに山田さん見せてくるんでしょうね。そうですね、まあ、とにかくねダイナマイトキッドとスミスのパワー攻撃については、はい、もう今からここで述べるまでもなく素晴らしいですね。全くですね、特に今日はですね小林邦明、アニマル浜口という大変に強いねコンビとの対戦だけに非常に期待できますね。そうですね、期待できる一戦。さあ30分一本勝負、どんどんやらった、まずキッドが飛び出した、そして小林邦明、両エースが飛び出した。さあいい動きだ、マーシャル・アーツ流のキックの構えを見せました。さあ先制攻撃は両雄肩でぶつかり合った、そしてどうやらブレンバスター、キッドだ、引き取った、速い、重い、相変わらずの速いブレンバスター。ちょっと小林の表情が曇りました。キッドが言うには、同じリングで勝負するんだから日本人も外人もないと、戦うときは相手をぶっ壊すつもりでやる、それがプロだ、これがキッドの持論ではあります。そして俺のパワーというものは物理的なものではなく、パッション情熱がこもったパワーだとも言います。さあそのパワーどこで全開してくるか。さあエルボーは2発当てました、小林邦明、ちょっとこれはまだ早い、ゴーンと跳ね返しました、すごい反発力、これがダイナマイトキッドであります。余裕スクッと出しました。さあタッチのコーナー、アニメの浜口が待っている、速いタッチ、クイックタッチを行いました。さあ浜口も頑張っている、大きくショルダースルー投げ飛ばした。このシリーズ長州のパートナーとして大活躍です。さあ綺麗に足が伸びたドロップキック、アニマル浜口頑張る、今度はスミスがリングライダー。さあ館内からこのイブシゲンのファイトよく知っています。浜口そしてスミス、ちょうど半分であります、大声援です。1万飛んで250人の大観衆、コールも真っ二つ。さあスミスが投げた、まずはスミスが投げた。しかしこのアニマル浜口、お客さんよく知ってると思うんですが、まあ、実力から言えばこの長州の一番のパートナー斉藤ですが、この浜口という声も高いですね、山口さんね。非常にね、はい、戦力の上では役立ってますね。それからこのなんといっても機動力がありますよね。はい、大変にねベテランで、インサイドワークが良い上に、はい、パワーを持ってる、しかもテクニックでもかなりのものがあると。そうです、もう三拍子揃ってますからね。それから浜口自身もこの特攻ファイトというんでしょうか、もうファイトの塊ですからね。そうです、応援に期待できると思います。やっぱりね、はい、体ごとぶつかっていくね、この特攻精神が素晴らしいですね。はい、まるで4つのプロレス魂がこのリング上で火花を散らしているようであります。さあエルボーを落としてまいりました、ベイビーボーイスミス、そのパワー殺到がどこで見られるか。さあキッドの頭、キッドのダイビングヘッドバットもあります、怖い技もあります。さあ小林が生き返るか、
ロープに放られたショルダーアタックル、これはすごいタックルだ。さあそして持ち上げてボディスラムを思い切って打った。そしてトップロープ、もう早くもトップロープです。おっとドロップキック、あそこまで飛距離が伸びるんですね。山田さん、いやすごいですね、すごいですね。思い切ったドロップキック、今度は思い切ったジャンピングスピンキック、回し蹴りローリングそば、これですよ。やっぱりね、小林選手も負けちゃいないですからね。さあツームストーンに取った、ツームストーンに取った。おーこれを落ちて破りの逆ツームストーンに行った。あーすごい。まあ岡本を奪ったのは小林さんですが、本家はこのキッドですからね。そうですね、まあしかしね、このキッドとスミスまさに底なし沼みたいなもんでね、はい、もう相手がね強ければ強いほど自分たちの力を出してきますね。そうですね、アバランシュ殺法、破壊力があります、パワーがあります。まさにパワーはヘビー級ではあります。さあ足を取りに行きました。そしておっとロメロスペシャルの形に入ろうとしています。足がまずフックされました、足がフックされました。さあこれから持ち上げるんです、これから持ち上げるんです。スミス、あった、持ち上がった。そしておっとこれにスープラトンの攻撃、カビを掴んだ。もう少し距離があったらこれはもっと怖い攻撃が待ったかもしれませんね。危なかったですね、危なかったですね。今キッドが手助けに出ましたからね、あそこで完全に折られてしまうと、はい、非常に危険な状態になりましたね。そうですね。さあ調子を男にした男、アニマル浜口、肩でぶつかって元気なところを見せる。さあロープに自ら飛んだフライングボディアタック、これはそのままキッド取った。エルボー、エルボーです。これは自爆、アニマルも自爆、アニマルも自爆、目まぐるしい展開だ。さあ今度はスミスがムーンスターン、手を取ってアニマルのエルボーが待っていた。鋭角的に決まった、勘がいいですねこの辺はね、非常にね勘がいいですね、はい、あそこでねカウンターを取る、すぐすかさずあのエルボードロップに行く、はい、この辺りがいいですね。そうですね。さあ足を取りに行きました。とにかく先陣を切って引っ掛け回してダメージを与えてパートナー長州に渡すのが俺の役目である。長州が動きやすいようにお膳立てをするのが俺の役目である。この自分のこの役分というのをよく心得ているタックの名手ですね。はい、やはりあのタックチームのですね、あの上手い人というのはそういう風にね、はい、自分を犠牲にすることを知ってますね。そうですね、小林もやりがいがあります。今日は思う存分暴れられます。いい動きを見せています小林。スープラトンの攻撃、ダブル攻撃、レッグスプリット、マツサクから今度は思い切ってボディスラム。さあ今度は小林の番、今度は小林の番、トップロープに登った、様子を伺っている、前を取っている。しかしこれはおっとコバット攻撃に切り替えた、コバット攻撃に切り替えた。さあそして逆に振られた、ちょっと余裕の動き、膠着状態です。ちょっと疲れましたか。いやあのね、ちょっとロープで足を滑らしたみたいですね。そうですか、やはりね攻撃というのはね、はい、あの非常にね自分をね危険な状態に追い込むことですからね。そうですね、ああいったねミスも出てきますね。あそうですか。さあ小林、思い出すのは札幌決戦、この場外でマスクを剥いだんです。タイガーマスクのマスクを剥いだんです。場外の攻撃、アウトオブザリングの攻撃でも鋭いものがあります。成長の後を見せます。さあブレンバスター、今のはフィッシャーマンじゃないですね。違いますね、今のは普通のブレンバスターですね。切って取りました。さあスッとリングラインに早く戻ったのは小林邦明。小林邦明がリングライダー、このキッド・スミスに対しても全然しまっと登る前からの長い長い、それこそ WWF のジュニアベルトをかけての構想です。さあ意地を見せるか、プラトンとは小林。さあスーパートンの攻撃、まるで長州と浜口がやっているようだ、長州と浜口がやっているようだ、流れる攻撃、流れる攻撃、うまい具合に決まりましたね。今ねさすがのキッドもね、はい、顔が真っ赤ですね。さあそしてバックリップ、さあどうか、ブロックバスター後ろに投げました。そしてフルヤンの字であります。必ず自分のペースに持ち込みます、はい、浜口選手はねもう休みの前に流れるような攻撃、これがねやはりあのベテランの味ですね。そうですね、維新軍にとっては本当に貴重な戦力、維新軍の闘将であります。アニマル今度腕ひしぎに行きましたね、腕ひしぎに取りました。この辺はさすがであります。
やはりこのパストのディック・マードックにダスティ・ローです。ハンセンにブロディ、強豪にはやはり長州に浜口と、いいパートナーが生まれるんですね。そうですね、まあやはりね、一つの攻撃に執着しないで、次から次へとバリエーションさせていく、そこがいいですね、はい、そうですね。さあ、学生時代は砲丸投げで鍛えましたこの肉体、小林であります。さあ、その小林を持ち上げて、さあ、スープラトンの攻撃、オクラホマスタンピートがセカンドロン、おっと、すごい音がしました。カウント2は危ない、カウント2は危ない。小林朦朧としている、小林の目はうつろだ、表情が曇った。さあ、小林から動きが止められると危ないですね、山田さんね。さあ、しかし頑張る、小さく丸め込んだ小林、スピードが身上だけに、動きが止められるとスピードがなくなりますと危険であります。さあ、長い構想、ダイナマイトキック登場。なんとかシリーズ最終戦、お互いに勝利をスパッと収めたいところ。さあ、コブラツイスト、コブラツイスト、いい形に入ったがラリアット、ラリアットはスミスです、ラリアットはスミスです。いいところで出てまいります。アニマル浜口もいい動き、いいところで出てきた。さあ、ショルダータックル、アニマル浜口が打ち打ちました。さあ、しかしラリアット、しかしラリアット、喉元、喉笛を砕きました。さあ、そして重いんですが、アニマル浜口を持ち上げる、しかし重量殺法、バックドロップ後ろへ投げた、後頭部を打ったバーナマッキ、一進一退の攻防、突破口はお互いどこですかね、山田さんね。そうですね、今のところね、全く一進一退ですね、そうですね。おっと、スーパラトンから失敗、スーパラトンから失敗、小林がスミスを場外へ、小林をスミスを場外へ。さあ、そして小林、そのまま飛んだ、飛んだ、飛びました小林、トラハンターが飛んだ、その牙を今日はスミスキットに向けています。さあ、この放送席へスミスを打ち当てましたが、ここでゴング、ここでゴング、放送席へ思い切ってスミスを投げ捨てましたが、ここでキングゴングが鳴ったようであります。まあ、このタイガーとの山田さん一騎打ちももちろんなんですが、きっとスミスに対する小林のこの執念というのも大変なもんですね。そうですね、まあ今日のね、きっとスミスに大変に好調でした、はい、その2人を相手にですね、ここまで戦った、これはやはりね、浜口ね、小林に褒められていいですね。そうですか。そしてこの小林の野望を示すように、小林はこんなこと言ってました。井上のベルトを奪ってジュニア制圧をして、夏までに世界ジュニア選手権大会をやりたいと、この野望どうですか、山田さん。いやー、これはね、今の小林選手ならば、そういう気持ちを持つのはね、当然だろうと思いますね。そうですね、まあそれにしましても、タイガー、キッズ、スミス、そして小林を巡るこの三つどもえの構想、この図式は出来上がったようですね。そうですね、ますますこれからの構想が面白くなってまいります。あ、今ね、ダイナマイトキッドが、あと5分やりたいと言ってるんですね。あ、そうですか。それに対してどうやら浜口選手は OK という様子ですね。なるほど。さあ、1万飛んで250人の超満員のお客様、延長コール、延長コール、やる気満々、キッド・スミス、そして受けて立つ構え、小林、浜口、両雄の火花が散ります。リング上とリング外、どうやらこのキッド・スミス控え室の方へ引き上げるようですが、まだまだこの構想序の口ですね。そうですね、両方ともに大変に元気なので、これから先がますます楽しみですね。そうですね、キッド・スミス対小林・浜口、因縁を含んだ一戦、両者リングアウト、9分43秒、痛み分けに終わりました、痛み分けに終わりました。これからの両雄のファイトが大いに期待されます。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は東京体育館から全国のプレスファンの皆様にお送りしています。